ターからのコメント、褒められたところも当然あったけれど、指摘された部分も気にはなるわね。まあさすがプロと言うべきか、まだ練習が足りていない部分は一目で見抜かれてちょっと悔しい。でも当然メンターもこの私のパフォーマンスには期待してるようでしたわね。一層気が引き締まりましたわ。私が見せたいのは単なるエンターテインメントではない、信者たちを魅了する神宮寺頼母様の世界。ここに来てもうすぐ2年、この2年間でしっかりと自分の実力を証明できたものはまだ少ない。どうやらもうちょっとだけ本気を出さないといけないみたいね。とにかくこれらを挽回するためにも今回は絶対1位になって陽子様の魅力を世界中の人に見せつける。最終的に目指すもの、それは世界征服。